静岡鉄道静、鉄ジャストライン鳥坂営業所静、鉄ジャストライン鳥坂営業所とは、静岡市清水区にある、静鉄ジャストラインの営業所である。ペットマークはうさぎ。1970年4月22日静岡鳥坂営業所が竣工した。安倍線県立美術館線西が谷線、千代市伊能線草薙瀬名神殿線、草薙美術館線。 三輪親線流層山線流層山線流層、合水梨市あ高千東武団地線、北海道線特急静岡相良線富士山、静岡空港静岡線南アルプス登山線日本、平球技城線静岡新宿線スンプライマー、静岡横浜線静岡甲府線、写真で綴る静岡鉄道70年の歩み、静岡鉄道株式会社、1989年4月、 163ページ。加藤義和、静鉄ジャストライン、BJ エディターズ2003年27校、定期外旅客の運賃は通算されない。また、下渡し20時31分発の愛、部地域採集は新静岡への接続がない。宇都う系統では2007年3月まで、泊まりダイヤを実施していた。生活交通確保のための潜伏的取り組み、活性化事例集。 地方自治体、地域住民主導のバス運行所修、静岡鉄道交通空白地域の解消、三輪大谷線富士の国地球環境史ミュージアムのリレのお知らせ。静鉄ジャストライン公式ウェブサイト。2016年5月13日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年4月25日閲覧。この送迎バスには、原則、同社を呼び、 静岡市が管理、運営する山小屋への宿泊予約者の未乗車可能。南アルプス登山線全面運休の、お知らせ地図、鉄ジャストライン HP2020 年6月22日2020年6月25日閲覧。南アルプス登山線全面運休の、お知らせ地図、鉄ジャストライン HP2021 年3月29日同日、閲覧、アーカイブされたコピー。 2016年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年1月16日閲覧。アーカイブされたコピー。2013年3月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年11月13日閲覧。休校運転区間の停車バス停は新静岡、静岡駅前県庁、静岡市役所青井区役所中町赤鳥。 妙喧下から牛つまさかした6番となっていた。また、往復便とも、急行以下はの副票を掲出していた。以前は、他路線と共用で、三菱不走エアロバスを使用していた。なお、続行便は、一般車両が使われていた。日本交通公社、時刻表1982年5月号より、ありがとうございます。